平尾山は長野県佐久市の東部に位置する関東山地の一部で最高峰の平尾富士は標高1156メートル、新州百山の一つに選ばれている。第3基礎を基盤とする清掃火山で成立は荒船山より古いとされる。頂上から北側、西側にかけては福奇跡安山岩、南側は溶血魚海岸で主に構成されている。 山独に、サクスキーガーデンパラダが所在し、平尾富士山町まで徒歩、約20分の尾根までリフト及びゲレンデが設置されている。登山口へは、佐久市民の森、水辺の工事駐車場からすぐ。サクスキーガーデンパラダ、サクタイラパーキングエリア第 2PA からのアクセスも、用意。登山コース一帯は、佐久市民の森。 森林セラピー基地として整備され、ハイキング間隔で登頂が可能。登山口から山頂までの所要時間は40から50分。山頂は、北から南東にかけて眺望が明け、浅間山、美しが原、八ヶ岳、茂雷山、荒船山等の山々と桜平が一望できる。平尾山は、大井山とも呼ばれた。陽極場地期に、福屋嵐の大井山。 捨て鶴見になき友の里と歌われる大井山が平尾山にあたる。かつてこの地域は大井宗という荘園であり、庄内で最も高い山であることに由来する。戦国時代には秋葉山の山頂に平尾城が築かれていた。白山の山頂には白山砦、平尾富士の山頂には平尾砦が築かれ、平尾砦は物見の役を果たしていた。 平尾城を築いたのは、与田市流の平尾市で、全国の平尾生にはこの地をルーツとする家も多いという。平尾山にはこの花咲く矢姫が鎮座し、諸願を成就させてくれると言われ、山頂にある富士阿蘇間神社はこの花咲く矢姫を祀っている。旧のつく日を九日あるいは五首日と言って、お参りすれば願いが叶うとされるが、特に夜明け前の参拝が最高と言われる。昔は、 松明や提灯を手にして山頂を目指す山景人が多くいた。富士浅間神社の霊祭は10月9日、19日、29日に行われる。陽明天皇元年、高恥月という寛女が作軍の平尾へ流罪になった。寛女は白馬と一緒に空を舞い、平尾山の西尾根の東山に立って、我は白山権現だと言って岩の中に入ってしまった。 それから、あずまさんを白さんとも呼ぶ。その後も、漢女の幻が、お代の平原で、白馬の輪乗りをしたので、輪の形に草が生えない場所ができ、その輪はいつまでも消えなかった。その輪は、白月の輪と呼ばれ、白月の輪がある、高し月原は、作詞指定の名称となっている。平尾山の山麓には、平尾大社、守る香オ院、慶徳寺などの社寺がある。 特に守るカオルインの3号は、平尾山である。また、平尾大社本殿は、作詞して有形文化財となっている。ありがとうございます。